スターリング・ハビアー・マルテは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称はタート。2007年にピッツバーグ・パイレーツと契約して、プロ入り。2012年7月26日の、ヒューストン・アストロズ戦にて、1番、左翼手で、先発出場して、メジャーデビューを果たすと、 初打席初級本塁打を放った。2013年は左翼手のレギュラーに定着。9月23日のシカゴカブス戦ではの9回表に決勝本塁打を放ち、チームで21年振りとなるプレーオフ進出を決めた。この年は135試合に出場して打率、280、12本塁打、35打点という打撃成績を残した。十三塁打は、 ナショナルリーグ2位、41投類はリーグ3位だった。2014年3月27日にパイレーツと総額3100万ドルの6年契約に合意した。9月23日、ちょうど1年前の同日と同様にアトランタ・ブレーブス戦の6回表に決勝にルイ打を放ち、2年連続のプレーオフ進出を決めた。 この年もチーム最多の2年連続30盗塁を記録した。2015年もチーム最多で3年連続30盗塁打点は主砲のアンドリュー・マカッチェンに次ぐ81打点を記録した。守備では外野手でリーグ1位となる16補殺を記録し、ゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードを受賞した。2016年は、 好調を維持し、オールスターに選出された。試合には、代打で出場して一安打を放ち、そのまま中堅守の守備に入った。この年は129試合に出場して打率、311、9本塁打、46打点、自己ベストの47盗塁を記録した。守備力では、リーグの外野手全体で、トップの17補殺だった。シーズンオフに2年連続で、 ゴールドグラブ賞とフィールディングバイブルアワードを受賞した。2017年開幕前の2月8日に第4回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは4月18日に薬物規定違反で80試合の出場停止となった。7月18日のミルウォーキーブルワーズ戦で出場停止処分が終了して復帰した。 2020年1月27日に、ブレナン・マローン、リオベルペ・ゲール及びインターナショナル・ボーナス・プールとのトレードで、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスへ移籍した。パイレーツ時代の背番号6は、デビッド・ペラルタが身につけていたため、背番号は2。2020年8月31日に、ケイレブ・スミス、ウンベルト・メヒア、後日発表選手とのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。 2021年のシーズン途中に、マーリンズから3年総額3000万ドルの延長契約をオファーされたが、これを断った。2021年7月28日に、ヘッスルサルドとのトレードで金銭と共にオークランドアスレチックスへ移籍した。ありがとうございます。